ここだ、ここからだよ、ここからやりたくねー。なんだレイ君、そんなよ、びっくりするわ。レイ君だって言ってんだろうが。いい加減覚えろ。あやりたくない。あ、離れときます。僕ずるずるずる、ちゃんと見てよ、覗けよ早く。やだ早くしろよ。まあまあまあ、俺に力を。うわ、もう噛んだ。ルイ君も今、行かねえのみたいな感じだった今。目つぶんなよ。絶対目つぶんなよ。うるせえ。いるぞ、なんかいるぞ。来た。今のは一体とかじゃねえよ。あ、今の霊がもしかしてあれか、渡来さん。氷上山は死を覚悟した者しか入る者が入ることは許されず、また一度入った者は生きて出ることを許されない死の山として人々から崇め恐れられていたらしい。山を訪れた者は山のふもとにある御子見積もりを通らねばならず、山に入る資格がある者、つまり死す者かどうか入山は、厳しく管理されていた。現在御子森は宿として、改修されている。その主人から当時の記録や資料を借り受けることができたと。入山記録が残っている最後の年、生きて山から出てきた人物が記録されている。おお、出た、麻生君彦。弔い写真を撮っていた彼は山に招かれて、巫女の写真を撮影したらしい。もう異界の研究をしていた彼は、その過程で特殊な写真機を開発したと聞く。それが遮蔽機ですね、おそらく。その写真機で撮影した巫女の写真が見ることができれば、氷上山の神秘により近づけるに違いない。それがその写真ね、見せられてたの写真なのかもしれない。彼が向かった場所は、特別に招かれた者だけが入ることを許される屋敷。私もその山に招かれているのであれば、そこへたどり着くことができるだろう。そう願いたい。屋敷があるってこと？そう、博士がこの件に絡んだのか。本当だ。おい、もう様子がおかしい。早く外に出た方がいい。あ、ほら、ルイ君がちょっと弱ってきてる。もう、やって。やだ。大丈夫か、ルイ君。ルイ君言ってるけど、女の子説が結構濃厚になってきたよな。そうなんですよね。でもルイ君って呼ぼう。早く避けてないと。焦らせないで。どんどん濃くなってきてる気がする。ルイ君がこっちに来る前に扉を閉めるってね。ルイ君は大丈夫でしょ。大丈夫。彼は強いからね。ああ、どこ、ここ真正面かな。そう、そこ開くかな、これ。そこ抜けてすぐ右だよ。え、強い位置からそっち経由じゃないとダメだ。え、何この目線。あ、いらっしゃいませ。おはようございます。うわ、いい加減にせよ、お前。うわ、デロッと出てきたな。うわ、ちょ、早く行こう。OK! って、うわ、うわ、あ、ひゃい、いってえぜ。ビチビチいってるよ。これさっき、這い寄ってきたやつだな。これ、渡来さんなのかな。かもしれない。結構ゆっくりだね。ああ、思ったよりゆっくりだ。
くる。ああ。うわあ、逆さまに来てる。違う攻撃だぞ、今と。今までと。おっしゃ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 。おっしゃしゃしゃ。余裕を持ったフェイタル、61式に切り替えていきまーす。まだか。怖いな、これ文字。よし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 。激烈っすよ。あ、フェイタルフレームの時間も長いな。いい感じだ。悶絶からの。は？倒してない。倒してない。まだ。あ、倒した。倒してない。あ、日本来た。おっしゃおっしゃおっしゃ。いやいいな、やっぱ成仏しろお前、バカ野郎、この野郎。怖くなかったし。あれ、あ、触れ触れ触れる触れた。え、誰やお前。やっとたどり着いた。あ、渡来君だ。やっぱ外国っぽい顔立ちだね。うん。彼女が私を待っている。流暢だな、日本語。早く迎えに行かなくては。あ、みんな同じ写真持ってるってことか。日系のアメリカ人とか。あの写真に見せられたやつがここに来ちゃうんだよね。あ、榊君もだったらここでしょ。ぽかったね。レンス自動扉か。ハイテクだな、昨今の襖は。あ、いた。やっと来てくれた。うわ、すごい吸引力だったよ。あ、しまった。ああ、レンさんはまだ見せられ、こう引き寄せられてる感じじゃないけどね。山頂へ向かう途中、彼岸花が咲く小道で写真を拾った。その小道はさらに奥に続いていたようだが、今は植物が生い茂り先へ進めなかった。招かれた者だけが入ることができる屋敷、それがあの奥にあったのだろうか。それが麻生さんが入ったところってことか ね。あの写真は他の弔い写真とは違う。美しいとしか言いようがない。今まで見た全ての弔い写真にはない美しさ、そして悲しさ。生きているのか。美しいと思った瞬間にちぎりは完成する。写真から愛の、囁きが聞こえてくる。これは呪いの言葉だ。死後の恋、この場所に行かなければ。私は神獣という言葉に心惹かれている。うわぁ、そうですか。ああ、それだそれだ。音楽。よし、仕事終わった。ふふふ。壊しよ。はあ。有効。あれに書いてるって言うの。音読してくれてんだよ、渡来さんが。なるほど。あー、うーん、まあ、なるほどねっていう感じでしたね。あ、いけるようになってるぞ。俺下のマップで開く扉と開かない扉分かるようになってる、ちゃんと。優しいですね。要は死者の思いみたいなものを、なんか高いけど。え、あー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 、どうしちゃったぜ、こりゃ。
これはシャレになりませんよ。あ、今まあ大丈夫でしょう。まあグリーテンだからね、強い子だから、彼はできる子だからね。結構短いからフィタル連射をうまく使って、あっ、おい、バカ、さっき見たことすんだ。こっち、こっち立ってんのか、壁は通り抜けてこないと思うかな、これ。どうなんだろう、そんな気がしてきたよ、これ。あ、移動した、いった、うん、おっしゃー、うまい。うわー、バーニング、あ、取っちゃった、半分も削れてね。頑張れ頑張れ、あー、救助式じゃん、来い来い、救助式か、救助式で来よう、フェイタル逃すな。ああ、一瞬食らっちゃった。あれちょっとタイミング測りにくいな、めっちゃ。でしょう。うん、これ難しい。俺の空路分かってくれた。これは苦労するわ。ああ。ちょっとやめろよ、レン君ばっかり。こっち来い。そうだ。そうしろそうしろ。まだ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 。よし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 ナイス、いいダメージ64式に、ああ、で、どうです、消えた、どこだ、あっち行ったりこっち行ったりするからな、あっちだ、植えっぱなしだ、あー、もやがすごいな、視界が悪い、出てこねえ、出てきた、出てきた、よっしゃ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 、いったか、いった、いったかな、いいとも、ダメだ、いいともしてねえ、最後最後最後、ああ、特攻してくるんだよ最後こいつ、忘れてた、忘れてた、今のは本当だよ、あ、でも除霊はできたのか、一応ね、よかった、最後神風アタックしてくんだった、あ、なんかいたぞ今、違う違う、そっちね、取れた、あ、背の高いもんな、高すぎだろお前、キラリちゃんかな、あんな高いのキラリちゃん、こちら、あれ多分ね、難易度ね、ハードだったら一撃するよ、あの神風アタック、あそんな気がする。こっち行ってないけど、アイテムテレビついてる気がしますけどね、まあテレビぐらいつけるよそれ、まあそれテレビぐらいつける、俺だって今テレビつけてる、俺だってなんだろうな、俺たちだってな、もうみんなつけるだそれ2個、まあまあまあ必要でしょう、一応調べる、もう一回調べて、え、もう一回、うん、今のとこなんで、いや、ちょっと待ってね、湯飲みとタバコ、あー、タバコ、いや、タバコ本ってなんかあのあれあの人もひそかさんもさ、ね、使ってたって言ってたから、なんか関連あるのかなと思ったけど特になかったね、もう出てこないでしょ、あ、こっちに繋がるのか、外に出れる、え、来た、なんか来たぞ、何、うん、来た、逃げた、逃げれた、多分なくなってるぞこれ、もやにかかって、うーわ、ほらー、うーわー、はぁ、迷いがだっけ、迷いが、ああ、これ以上首を出すのやめようよ、知らない方がいいってこともある、あ、これ終わって、終わるな、おい終われ、もっと続け、もっと続け、迷いがもうねえだろ迷いが探索終わった、まだあるまだある、やめろよ、よし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 、なんでやねん、氷上山ケーブルカー、知らずの森駅前、前駅、
わからない。でもわかんないよ。この山にいるんでしょうか。それはわかんないよ。榊さん重要人物そうじゃないからいいんじゃねえか別に。もうだろあんなの。よせよせ。ルイ君の様子が気になるんだよね。なんかねちょっとガリ入ってますもんね。万葉が手に入りすぎでは。レンさんの時はなんか掴まれないよね。そうだね。せっかくだ、ケーブルカーを使おう。そっちじゃないってことだよ。こっちじゃねえの、うん、お前こんな怪しいところでケーブルカー使うのやめねえ。いやそれはフラグにしかならないでしょう。やめようよケーブルカー。どうやって登るの。地図を地図見てんだけどさ、あ、こっから登るんだ。ああ使わなくていいだろ。これで下山するってこと。動くのかこれ。無理だろ。ちょっとアイテムあるんで取りに行きますね。ああ今なんか駅名が御神水があるぞ。よりによって、いや、なんでここ使おうと思ったの逆にこの状況でね。ああよし。ああおかしいって。やばいってこれ。絶対歩いた方がいいって。やばいってこれ。これやばいよ。一本のビデオ。うわ終わった。わかんないよ。渡来邸に向かったレン、その途中片白神社で白髪の少女に会う。それはレンが舞を夢に見る少女であった、うん、どうして持ってきてないの私の様子がという言葉を残し少女は姿を消した。もうちょっと早くかっこ様子があってほしかったな、うん、そうだねだいぶ長いこと引っ張られたよ、ね、迷いがとなっていた渡来邸には氷上山信仰に関する多くの貴重な記録が残されていた。レンとルイが脱出した直後、渡来邸は焼き火の中へと消えていった。しゃあ、なにそれ。しゃあ、1時間かかってないじゃない。やったー。まあでもあれだからな、敵倒すのがスムーズだったからな。そうですよ。俺は敵倒すのに時間かかってたからな。いやでも今回かなり、じゃあ今日ね1日の収録でここまで来ちゃいましたね。次回収録だいぶあれ分かってきたね。そうだね、うん、次はユーリちゃんでミユちゃんを探すミッションだそうです。なるほど。あ、ミユちゃんを、はい、ユーリ来たね。これは林くんがやるということでね。いや、わかんないよあなたもユーリちゃん操作したいでしょ。いや遠慮しておきます。僕は連射好きなんで。でも結局あれだね、そのあの山はまあその水っていうものを信仰してて、ね、はいはいはい、水っていうのであの世とこの世が隔てられてると。そうだね。まあ、わかんないのがまだ巫女が何をね収めるために柱となってるのかとかね、うん、まあそうだね。まあ、ミユちゃんとかがどこにいるのかとかね。まあ、あまあそのなんだその 死にたいっていうか死を覚悟した人があの山に訪れると。そうだね。でその人たちの思いみたいなものをその巫女が引き受けると。で巫女は、その巫女は箱に入れられてポイですよ。箱に入れられて水の中に沈められると、うん、そうすることによってそのなんか特別なその弔い方なんだろうね、それは。その、うん、あの、ね、なんか なんだっけ促進物的な感じで、うん、なんかその柱となってくれるんね、うん、みたいですね。一応今のところはね、うん、そういう風な話でしたと。で、わかんないのがあの写真だね。幽魂っていう風な話だったけども、あの人は二次元でも結婚する人がいるぐらいだしさ、幽霊と結婚する人が来てもおかしくないラブライブ結婚式じゃねえや、なんだっけそれなんだっけなんだっけあれ、ラブライブしか出てこない。ラブライブあの、わかるよ。わかるでしょ。ねねちゃんと出てくる、ね、あ、そうだ、ねねちゃんとこのやつなんだっけ。あラブプラスだ。ラブプラスだ。あ、惜しい。ラブまであってたね。ラブラブまであってた。じゃあそういうことで、次回の収録まで。はい。あの幽魂に関してちょっとね、まだ分かることがあるといいね。そうだね。次回は林からディスカートします。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。